はい、こんにちは、おもてやの日常のひろです。今回は、これは覚えてほしい、おもと初心者の方、おもとを始める方、これはこれ覚えると倍ぐらいおもとの、楽しみが増えるんじゃないかなってことを紹介します。で、今回紹介するのは、タイトルにもあると思うんですが、歩と波形の違いっていうのを紹介したいと思います。自分も、うまくこう言葉で説明できるのかが不安ですが、ちょっと丁寧にできるだけ分かりやすく、説明できればと思います。で、本題に入る前に、今この画角というか背景見ていつもと違うなっていうのが分かると思うんですけど、やっと涼しくなったので、こっちで撮影することができました。もう今まで今年の夏暑かったのでね、撮影できなかったんですが、で、涼しくなってきたということで、そろそろ、おもとの販売のシーズンが始まります。始まり、おもとっていうのは秋から春がシーズンで、夏今の期間お休みっていう感じなので、買いたかった方もネット見ててないなとか思ってたかもしれないんですけど、これから始まると。で、続々出てきます。で、秋から春が、シーズンという期間がやっぱ設けられてるだけあって、スタートダッシュが肝心です。で、秋が一番こういい種類とかが揃ってる時だと思いますので、ぜひね、見つけたら結構即買いぐらいの方がおすすめです。ということで本題入っていきたいと思います。はい。で、突然ですが、これとちょっと暗いかな、はい、これとこれ分かりますかね。これとこれ同じ種類というか同じ部類って思ってる方いませんでしょうか。はい、こっちシマフが入ってるもので、はい、こっちもあれシマフっぽいなみたいな、違う品種なのかなみたいな感じで、思ってる方いませんでしょうかっていうのが今回のタイトルの回収になります。で、写真で比べると、はい、こんな感じ、はい、結構、難しいところで、これが歩と波形の違いになります。で、説明していくと、歩っていうのは、皆さん植物やってる方ならおなじみの歩ですよね。はい、表では結構柄とか言ったりしますが、これが例えば縞柄ですね。はい、縞柄って、縞歩っていうのは単純に縞が入るっていうことです。で、もう一つ本題の波形ってやつですね。波形っていうのが、はい、何が違うのかっていうのが分かりますかね。波形っていうのはこのシワとかこの凸真ん中のここがとか、ところどころに入るこういうシワが白くなる、これが波形なんですね。これが歩と全く違うところで、おもと特有の、面白みになると思います。で、まず波形についてちょっと説明するときのポイントとしては、覆輪という縁取り、はい、こういう葉の縁取りがあるものの、こういうところですね、はい、こういう葉っぱの周りが白くなってます。覆輪持ってる木の葉毛は白くなります。これが一番大事です。で、さっきのない方を見ると分かりやすいんですけど、こっちは覆輪持ってないので、この真ん中の凸、はい、これが白くないんですよ。分かりますかね。ここが白くないのが分かりますかね。これが大きな違い。比べると、これちょっと違うやつで、はい、これ真ん中の凸、こっち白くなってますね。こっちも同じハゲを持ってます。どちらも交流というハゲを持ってるんですが、この凸がですね、真ん中にボコってなるやつ、これ交流っていう同じハゲを持ってるんですが、こっちは白い、こっちは青い、これが大きな違いです。で、見間違えるのがこのシマ柄がこの交流にかかってると白っぽく見えるんですが、それはハゲが
白くなってるわけじゃないというのが大きな違い。はい。で、このふとハゲの、いい点と、まあ、デメリットみたいなところを紹介したいと思うんですけど、まずふ、縞柄とかの方ですね、そちらの、まあ、いい点は、まあ、鮮やかですよね。これが若い1歳2歳3歳とかの頃からずっと若い頃から、華やか、まあ、こう鮮やかな縞が入るので、これがいい点ですけど、ふっていうのは年によって、いいふが出たり、この下の歯みたいにちょっと青っぽい暗いふが出たりっていう、ことがあります。なので成長していくたびに良くなるわけではないと。いい、鮮やかなふが入ったり、ちょっと暗めのふが入る時期が、どっちも存在するっていうのがちょっとしたデメリット。で、ハゲっていうのは必ず成長するので、葉っぱはちゃんと、厚くなったり、この交流が出てきたりとか、いろんな、姿を見せてくれるっていうのは変わりません。それは覆輪のものも一緒です。で、こっちハゲのものっていうのは、まあ、いい点、これはこのハゲっていうのは必ず年を取るごとに成長していきます。簡単に言うと進化していきます。なので、進化をやめません。なので100年簡単に言っちゃう100年間ずっと進化し続ける植物になるわけですね。なんで、これも今はこの交流っていうさっき紹介したハゲが出てるんですけど、これがだんだんこの今青いところが全部真っ白になっていきます。はい、っていうのが、ハゲのいいところで、まあ、デメリットみたいなところは、若い時、1歳から3歳の特徴がない時っていうのがちょっと真っ青な状態なので、あまりこう楽しみにくいのかなと思います。だからそこはちょっと待つ期間ですね。そこはちょっとしたデメリットになります。なのでこの、2つを比べた時に、どっちもハゲを持ってる、ハゲはずっと進化していくと、けどそのハゲが白くなるのか、青いままなのかで、フが青いけどずっとフが入り続けてるっていうのが、まあ、この2つの特徴ですね。これが、とてもおもとにおいて重要なところです。なんで、はい、分かりやすく、これとかこれは赤ちゃんの状態で、こっちがこれ同じ品種の成長した状態なんですけど、はい、こっちフ入ってますよね。でこっちもフが入ってると。でこれはハゲがまだ特徴出てきてない状態なので、まだ葉っぱも薄っぺらいんですが、はい、ハゲは成長するとこういう硬い葉、結構見てわかると思うんですけど、硬い葉になるんですよね。はい、なんで、ハゲは成長し続けると。けどやっぱり重都会だとこの覆輪持ちっていうのが、一番いいとされてます。やっぱり、飽きさせない、ずっと進化し続けるっていうのが、特徴です。ので覆輪ものの方がいいという風な、位付けみたいなことがされてます。で、このおもと、大体全てがそうです。ちっちゃいおもと、例えば、ラシャ系統でも、はい、こっちまだ若い状態ですね。はい、これ同じ品種の年取った木なんで、この、年を取るごとにハゲを進化させていくっていうのが、特徴で、ラシャ系統っていうのはハゲに特化した品種ですので、ハゲがとても強く入ったりします。で、ちっちゃいの好きな人っていうのはこのハゲをどれだけ極めるかっていうのがいいところです。で、さっきの獅子系みたいなのは造形美、そこに造形美とかっていうのが乗ってくるみたいな感じですね。はい、で結構、いろいろぐちゃぐちゃと喋っちゃったので、何回もね戻して聞いてくれるとありがたい。説明がちょっと下手でね申し訳ないんですけど、まあそんな感じのがハゲとフの大きな違いで、一番いいものっていうのはハゲとフどっちも持ってるものが、それはもちろんいいですよね。ということで最後に、このこういうのが、まあ、おもと会だととてもいいとされてるものです。はい、これは、さっき言ったように、はい、ちょっと分かりづらいかもしれないですが、フが入ってるのが分かりますでしょうか。この、真ん中の凸と覆輪の間にフがこうやって縞が入ってる。で、これは覆輪持ちの獅子なので、覆輪持ってるとこのハゲも、はい、真ん中のこういうところが白くなると。なんでフ持ちとハゲの覆輪持ちっていうのは
お元帰りと最上位っていうのがあります。はい、これがね、まあ多分皆さんこれが一番かなんかいい感じがすると思うんですけど、福林餅もね、こういう風にね、はい、最終真っ白になるんで、結構福林餅の獅子だけでも十分に楽しめると思うので、はい、ぜひ、これからの、何を買うかって時に、どういうものかっていう、どういう符が入っているかとか、ハゲ餅なのか福林餅なのかっていうのをちょっと気にして、品種選びをしてくれると、お元選び、お元趣味が楽しめると思います。はい、ぜひちょっと何回も見て、説明が下手で申し訳ないんですけど、理解してくれるとすごい楽しくなると思います。はい、ではまた次の動画で会いましょう。チャンネル登録と高評価よろしくお願いします。バイバイ。